ということで、ユニクロ U 発売日、ユニクロ原宿店にオープンからね、買い物に行ってきました。ただ今回のコレクションはちょっと注意点があるので、緊急でこの動画回してます。今回のユニクロ U、オンラインでは買わないでください。もう一度言います。今回のユニクロ U、オンラインでは買わないでください。今回オンラインで買わない方がいい理由、その1、素材感が分かりづらい。商品ね、写真概要欄すべて見ていって想像していったんですけど、素材も見てみたら結構想像と違うなっていうものが多くて、これは本当実物見てよかったなと。そのネーミングから来る想像と結構違うっていうのと、あとはそのね、よりベターな素材ならいいんですけどね、結構チープに見えるものもあったりするので、やっぱり実際に売り場に行くことをお勧めします。これまあ毎回言ってるんですけど、今回は特に新しい素材が多かったり、ネーミングと違う。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。パーチキンさん、少子を講じ。その2、サイズ感がまちまち。僕のねユニクロ U プレビューを見ていただいたら分かると思うんですけど、見てくださった方分かってると思うんですけど、今回かなりジェンダーレスをしています。ウィメンズのジャケットなどの合わせがメンズだったりね、全てのほとんどのルックで男女を着用していたりとか、ジェンダーレスを押し出していると思うんですけど、結構ねその弊害があって、あのメンズでもレディースでもないサイズ感のものが多いというか、メンズの特にニットなんかは全てねすごく小さくなってるイメージがあって、想像以上に丈が短かったりとか身幅がなかったりとか、まあそれ方それぞれによってなんですけど、まあ、全般的に小さくなった、要はジェンダーレスに寄せたことによって男女着れるようにということで考えた結果、どちらつかずのサイズ感になってるかなと思うものも多いです。まあ、それが吉と出るか凶と出るかはそれぞれの体型だったり違うと思いますんで、ぜひ売り場に行ってサイズ感を確認する必要があるのかなと思います。以上2点、この理由から今回はオンラインではなくお店に行って購入することをお勧めします。じゃあまた。